皆様こんにちは本日はお忙しい中多数のご来場をいただきまして誠にありがとうございますただいまより持続可能な地域コミュニティの実現に向けたシンポジウムを開会いたしますここで本日のプログラムについてご説明いたします第1部はみんなでつくる広島型地域運営組織広島エルモと題し講師といたしまして 島根大学学教教育学部佐久野裕和教授に基調講演を行っていただきます第2部は自分たちの町は自分たちでつくり守る共助の精神に基づく市民全体の町づくりと題しトークセッションを行いますパネリストはスタジオ L 代表の山崎亮様広島 L も大林学区地域運営委員会会,会長の某俊彦様 フリーアナウンサーの増田恵里奈様広島市企画総務局長の坂谷幸春の4名ですコメンテーターは基調講演を行っていただく佐久野博和様コーディネーターはリエゾン地域福祉研究所代表の丸山紀子様にお願いしております第3部はワールドカフェを行いますテーマはあなたの暮らしに地域コミュニティは必要ですか そして地域コミュニティ活動に楽しく参加するためにはですワールドカフェのファシリテーターは丸山紀子様にお願いしております手話通訳は特定非営利活動法人広島県手話通訳問題研究会の方々要約筆記は特定非営利活動法人広島市要約筆記サークル織鶴の方々にお願いしております そして本日司会を務めさせていただきます中川と申しますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますそれではまず開会にあたりまして広島市長松井和美より一言ご挨拶を申し上げます どうも皆様、こんにちは、えー。持続可能な地域コミュニティの実現に向けたシンポジウムの開催でございます。えー、開催のあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。えー、本市では、ですね持続可能な地域コミュニティの実現に向けまして令和、令和4年の2月に広島市地域コミュニティ活性化ビジョン、あるものを策定いたしました。そこでおおね小学校を単位といたしましまて地域の 多様な皆様が連携してさまざまな地域の課題の解決に取り組むというこの広島型地域運営組織広島エルモといったものを提案いたしました。これをぜひ市内で広めていただきたいなという気持ちを込めて提案したわけであります。この広島エルモは自分たちの町は自分たちで作り守るという市民主体のまちづくりのですね核となるもの。 ということを想定しております私はこの広島の地で全国に先駆けてこの広島エルモづくりといったことを通じてですね市民と行政が一緒になって持続可能な地域共生社会これを実現していきたいと考えています現在市内ではすでに19の広島エルモが活動を始めておりますまた20を超える地域が 広島エルモの設立に向けてて取り組みを進めておられます本市としてはこの広島エルモは全市で展開されるそしてそれぞれの地域でその実情に応じた市民主体のまちづくりが一層進展するようにしていきたいそのためにも市社会福祉協議会と一緒になって地域に寄り添いながら地域における取り組みをですね全力で支援していきたい。 実際させていただいているというふうな思いであります。今日は島根大学の佐久野博和教授によります基調講演をお願いいたします。そして、スタジオエルの代表の。山崎亮様、広島エルも大林学区の地域運営委員会で会長しておられます。ボートしこ様、そしてフリーアナウンサーの。マスター、エリナ様、このお三方にですね。パネリストとして。 トークセッションにです、ね、参加していただく予定であります、いいお話が聞けるんじゃないかなというふうに期待しております。本日、参加いただいている皆様にとておりまして、このシンポジウムが、自分たちが豊かに暮らしていく上で、地域コミュニティになるもの、これが不可欠なものであるということを再確認していただく、そしてその上で、持続可能な地域のコミュニティを実現するためにはです、ね、何がいるか。 何をするか、何がいるかといったことを考えて、行動を起こしていただくきっかけになることを期待しているところであります。終わりに、本日、お忙しい中、遠方より駆けつけていただきました、島根大学の佐久野博和教授をはじめとする本シンポジウム、開催にご尽力をいただきましたすべての皆様に深く感謝申し上げます。そして、本日、ご参加いただいた皆様が、それぞれの地域において、地域社会、 をですね、良くしていこうといった決意をですね、このシンポジウムの中でですね、獲得するとか、得ていただいて実践をしていただくということを切にお願い申し上げまして、簡単でございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、広島型地域運営組織。 広島エルモのロゴマーク発表セレモニーを行いますので、市長はそのままステージにお残りください。それでは、広島型地域運営組織、広島エルモのロゴマーク発表セレモニーを行います。 広島市では広島エルモに対する市民の認知度を高めその普及定着を促進するため広島エルモのログマークを作成いたしましたロゴマークの作成にあたっては広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科資格造形分野研究室にロゴマークデザイン案の作成を依頼し2年生の学生4名がつながり笑顔 地域愛などをテーマにデザインした計12案を作成しました。本日は選考委員会の審査を経て決定したロゴマークを皆様に発表いたします。それではデザインを作成された広島市立大学の池田優奈様、山本千夏様、指導に当たられた能島正宏教授、壇上にお上がりください。 ありがとうございますそれでは松井市長パネルの布を取って広島型地域運営組織広島エルモのロゴマークを発表していただけますか <music> ありがとうございました。 それでは、このロゴマークをデザインされた池田優奈様。ロゴマークに込められた思いを発表していただけますでしょうか。お願いいたします。はい、えー、っと、ロゴマークを担当した池田優奈です、えー。このマークは、えー、もやい結びという結び方に躍動感を持たせたイメージでデザインしました。で、もやい、あ、もやいとは、複数の人々が。 共同で作業や事業を行う,というあ行うことですでそ,のその土地の人々がお互い持てる力で協力し合いそれぞれの地域を活性化させることによってその集合体である広島市をより豊かで暮らしやすい町にしたいという願いやもやいで社会をつなげるという意味を込めましたありがとうございました 続きまして広島エルモのロゴタイプと組み合わせたバージョンも発表いたしますこちらは先ほど発表いたしましたロゴマークの下に広島エルモの文字をデザインしたバージョンですこの広島エルモのロゴタイプは山本千夏様がデザインされました 今後広島エルモとして認定された地域にはこのロゴマークやロゴタイプを広報活動などに活用していただきたいと考えています。それではこのロゴタイプをデザインされた山本千夏様、このロゴタイプに込められた思いを発表していただけますでしょうか。お願いします。はい。このロゴタイプは L と M と O のつなが,がつながっていて、と。 現現在から未来へのつながりを表現しています広島エルモが地域コミュニティを現在から未来へつなげてほしいという思いやと次世代を担う子どもたちが広島市の未来を切きり開いてつなげてほしいという願いを込めましたありがとうございました。 市長せっかくですのでこのロゴマークやロゴタイプについて一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、一言でちょっと語り尽くせないんですけど <laughs> あの今のですねお二人の池田さんと山本さんの説明を聞いてですね「もやい」とね「エルモが」が何で直結してるんだろうと思っていただいた方はですね相当深く 探求していいいたただんんじゃないかと思うんですけど実はですねあの今回お願いした「エルモ」を作る前にですね役所の中で職員といろいろね検討する中で私自身はあの最初池田さんが言われたようにね広辞苑の、ねえー、辞書にあるんですけども「もやい」という二人以上のものがその共同で一緒になってねことにあたるというこの「もやい」という言葉がありましたしね。 船なんかのもやいですこう2つの船をつなぐというな意味があるんですけどもこれをそのうまくやるためにということで初めはですね認可法人をもやいにしてもらえないかと言って職員にお願いしたらですね職員がですねいろいろ考えてくれてですね直接はあの非難というかその否定はされなかったんですけど、まあ、もやいもいいけどね翔さんね。 いいいろいろ考えたらエルモうのがあるんですよ「何ですか?」って言ったら英語でね「ローカル・マネージメント・オーガニゼーション」で頭を取ると「LMO」でそれだけだとですね私を説得しきれないかと思ったんでしょうか「エルモというのはですね実はイタリアに行くといい名前なんですよでですね親がですね平和を願うそういう時にね子供にね 名前エル「広島におけるエルモが絵ですよ」とか言われてですねで負けてしまいまして「分かりました」と「<laughs> じゃあ,あのエルモでいきましょうと」とこういう経過がございまして「でエルモ」というこの字とそして「もやい」という字をこう,うまくね掛け合わせていただいてこういうデザインを作っていただきました本当にありがとうございます。た、えー、たくさんのア、ね、アイデアを出していただいていいだ どれも素晴らしかったんですけどもね仕上がりはこういうブロック文字で広島色ということで下を支えその上にこの柔らかなタッチで優雅なね曲線でしかもピンクの色で、えー、これから未来に向かってですね柔らかい雰囲気がこう広島市内全域に展開するといったようなねデザインにしていただいたんじゃないかなと思っております。本当にありがとととうございました。も、あのー、もっともっとね、あのこの… デザイン参加にね、えー、関わられた生徒さんおられるんですけどもえ、今回はその中で優秀であったということで、ついか皆さんのね、あの指示を得てお二方に出ていただきましたけれども、えー、こうして作り上げたデザインですので、ぜひ皆さん、うまく使っていただいてね、今度は、えー、自分たちの地域はこういうエルモがあるんだぞと、このエルモの中にね、自分たちの地域の名前なりをうまく埋め込んでですね、 え使っていただくとありがたいなというふうに思っておりますいずれにしてもそのこれからこういったことを長く続けていくためにというような話も今いただきましたのでこれに参加していただいた皆さんもですねこれからえコミュニティのの活性化するまちづくりにですねいろんな局面で参加していただくということをお願い申し上げまして感謝の言葉に返させていただきます。本当に今日はありがとうございました ありがとうございました以上をもちまして広島エルモのロゴマーク発表セレモニーを終了し次のプログラムに移りたいと思います市長、広島市立大学の皆様はお席にお戻りくださいありがとうございましたなお、市長は公務のため ここで退席させていただきます。 それではみんなで作る広島型地域運営組織広島エルモと題しまして、第1部の基調講演に移ります。講師は佐久の弘和様です。佐久の様のプロフィールを簡単にご紹介いたします。佐久の様は、広島大学大学院文学研究科修了後、同大助手島根大学講師准教授を経て、2014年4月より教授となられました。 この間、放送大学、美作大学、京都大学、鳥取大学等において、非常勤講師を務められる方々、ら、インドやスリランカ、中国、韓国における農村調査に参加されています。島根大学教育学部においては、社会科・教育専攻に所属し、地理学を担当されております。専門は農村地理学、仮想・中間地域論です。中山間地域論です。 行政委員や地域づくりの分野など幅広くご活躍されていらっしゃいますそれでは皆様拍手でお迎えください<手>佐久野様それではどうぞよろしくお願いいたしますえ皆様こんにちは ただいまご紹介いただきました島根大学の佐久野と申します3時まで少しご辛抱いただければと思いますう <coughs> 私はですね先ほどご紹介いただきましたように中山間地域の研究を中心としておりますが、まあ、この10年ぐらいは、えー、広島でいう広島エルモに相当します地域運営組織の構築や再構築それから、えー <coughs> コミュニティのですすねりり方に関する研究を多くやっておりますまた本日会場には多くの高校生さん生徒さんいらっしゃるようですけど、まあ、右側の方ですね学校と地域との関係こういったこともやっておりますでいろいろな地域にですね活動の拠点があるんですけども研究室の分室ラボというのを現在6か所 置いておりまして、まあこれに加えて兵庫県の豊岡市、えー、これを加えまして七箇所大きい中心的なですね活動の拠点とさせていただいております。あのおかげさまでいろいろな形でですね、まあ中央とのつながりもございますので、まあ現場で起こっているさまざまなまあ課題やですね可能性を中央につなげ、また中央で 検討される政策を現場に下ろすと、こういう活動をしております。さて、本題に入らせていただきますが、少し前の方の写真、あるいはお手元の方をご覧いただければと思います。福祉部ともう書いてあるんですけども、地域での活動に関する写真、少し連続しております。細かくは説明していたしません えー、こちらちょっとあの後で、えー、どこかっていうのをお伝えしますので、えー、ご辛抱いただければと思いますが、まあ、雪が降ったときは除雪をするとかですね、えー、お買い物の支援に行くあるいは、えー、避難所運営組織訓練これ後でも出しますけどもう今年入りまして大変な災害がございました、まあ、そういったことに備えての訓練これ HUG っていうのは、えーえー、っと避難 避難のです、ね、運営ゲームだそうでディ <laughs> グって言ってたんですけど、最近は HUG というようになってです、ね、なぜか日本語なんですけども、まあ、あるいはです、ね、これはやられているところはあると思いますが、まあ、緊急の場合のです、ね、必要な事項を書いてです、ね、それを筒に入れて冷蔵庫に入れておくとかです、ねまあ、そういったことを地域でやっていこうと、そういう活動がされているところがあります。 まあこちら地域づくり部と書いてありますけど、地域の伝統的な行事とか、あるいは新しいお祭り、運動会、そういったことを、ですね、温度をとってやられたりしています。まあ、生き生き学習部というのは、障害学習に相当すると思いますが、地域の資源を改めて見つめたり、です、ね、子どもたちの学習の支援を行う、まあ、こういった活動をしている組織がございます。 こちらはですね、島根県の雲南市にあります地域実質組織種の里というところの活動でございます地域実主組織というのは広島でいうと広島エルモそして一般名詞で言いますと地域運営組織というものに該当します地域運営組織って一体何なのだというようなことはこの後ご紹介いたしますが まあご覧のようなコミュニティに新しい組織を作ってそして部会を作ることが多いんですが部会を作ってそれぞれの部が目的に応じて機動的に地域の課題解決をしたりですね地域の魅力を伸ばしていくそういった組織が地域運営組織でございます。今年の1月1日ですか石川県能登半島を中心に大きな地震がございました。 石川県というのはあまり地域運営組織がないところなんですけどたまたまあこの能登のですね、えー、七尾市の方ではずいぶん早くから地域運営組織を作っていらっしゃいました私はあの一般市民として、えー、ニュースを見ていましたら七尾市ではこの地域運営組織の皆様が、えー、すぐにですね、えー、災害対策に動かれて、えー、いらっしゃいました。 まあこういった形でですね、今、1ヶ月経ちましたので、えー、こういう状況がですね、常態化していますが、初期の動きというのは、こういう組織があったところとないところでは、全く違うと思います。えー、実際ですね、七尾市の、えー、地域づくり協議会というんですけど、地域運営組織のホームページをご覧ください、1番に防災ということが書いてあります。えー、地震はははここういういいい災害はななに、こしたことはないんですけども、 えー、残念ながら起こってしまったときに、えー、どのように対応するか、日常的な備えにあたる、まあそれがあの地域運営組織の一つの、えー、魅力といいますか、一つの、えー、大切な要素であるというふうに考えます。えー、こちらですね、あのいろいろのの、えー、七尾市は十五の地域運営組織がございますが、ここはのと島。 という七尾市内の島になっているところの地域づくり協議会ですがこちらでは地域資源の活用地域課題の解決そして地域情報の発信この3つを柱にしてやっていらっしゃいますでここでポイントなのはそういった活動は既存の自治会とか町内会でもできるのではないかあるいはできるかどうかというよりもむしろそういう組織がやるべきだと。 いうふうふなおおお考えをお持ちのの方が、まあ、おそらくこの会場にまもちろん既存の自治会や町内会ができるのであればそれに越したことはないんです。しかしできにくい構造になっているというのは確かでございます。したがって自治会や町内会いわゆる遅延組織とは異なる新たな地域組織。 それが地域運営組織であり、広島で言えば広島エルモに相当いたします。まあこの能登島ではですね、ご覧のようにこれホームページに載っておりますけど。 えー、地域の,この魅力をあの発信するというようなことで、えー、かなりです、ねえー、精力的に活動していらっしゃいます、えー、七尾市ではですね他の合計15の地域づくり協議会いずれも熱心に活動されてい,、ま、いらっしゃいます、まあ、あの広島と違って、えー、中山間地域、えー、半島部ですけども参考になるのではないかなというふうに考えます さて、それではですね改めて、えー、遅延型の組織と地域運営組織と一体、まあ、何が違うのかということを整理させていただきたいと思います。あまりこういう難しいことをお話ししても、ですねおそらくよくわからないとおっしゃると思います。あ具体的なところは次のおディスカッションの方うで,です、ね、防、まあ、会長はじめ、ですね、えー、地域の実情が出てくると思いますので、 ま詳しくはそちらということで、私はあの、えー、少し硬い方の話をさせていただきたいと思います。えー、もう歴史時代から始まっているこの地域の組織、これあの研究面ではまあ、自然村と言ったりしますけど、あるいは都市部ではですね、こう町内会という組織を。 えー、明治維新以降、そういう名前ではなくてもです、ねえー、地域コミュニティをある意味、えー、自然に合ったコミュニティをですを、ねえー、行政側の方が、えー、改めて、まあ、あ制度化していく、そういったものが自治会や町内会に相当します、えー、幾度か、まあ、契機がございましたが、特に戦時中です、ねえー、国防等のです、ね、対応で、えー、一層そういった組織が強化されました。 簡単に言えばですね、そういう組織が今日まで続いているわけです。で、左側の方が遅延型の組織、まあ、ここでは遅延型自治組織と表現しておりますが、簡単に言えば、こちらは地域として、コミュニティとしてやらなければならないことを、かっこ嫌でもやらないといけないということです。 例えばゴミ出しなどごミ、ねえー、を出さないことに越したことはないけどどうしてもゴミが生活上生まれてくるそれは、えー、多くの自治体ではどっかステーションに集めてですねそれを行政がまあ回収されるわけですけどそのステーションを設置したりですねあるいは掃除したり管理するというのは大体いい自治会や町内会がやられています。 でこういうことが、まあ、嫌なあ、できればやりたくないという方世帯もいらっしゃると思いますがでも、やっぱりそれぐらいは自分たちでやろう、えー、そういったことがやらなければならないことですあるいは地域の、まあ、美化活動とかですね、えーまあ、中山間地域、こう田園地帯に行くとです、ねまあ、草刈りとかですね、えー、道伏線とかあります、えー、町部でも防犯活動とかあります。 そういった活動を組織立ってやるのが遅延型実地組織でございますが、まあ、しかしですね一言で言えば家の集まりでやっていると家というのは世帯のことですそうするとどうしてもですね左下に書いておりますように全会一致が原則で年功序列で、まあ、暗黙の了解つまり これまでやってきたことを今後もやり続けるというそういう組織になりがちです、えー、絶対そうなるとは限りませんがどうしてもそういう傾向にあるそれに対して右側の方地域運営組織の方は基本的にはやりたいことをやるための組織であるというふうにお考えください人を単位としたこの指止まれこの後何度も出させていただきますが、えー、男性中心 が行けないわけじゃないんですけど、男性だけではなくて女性や若者、おお子供、あるいはよそ者、やる気のある人、こういった人たちが集まる。そして、えー、地域の実態や構成員の嗜好に応じてですね、えー、内発的なまあ活動を行っていく。こういったことが地域運営組織で、えー、ございます。まあ右側に公公と書いておりますが、まあ公というのはいろいろな 捉え方ができますが、えー、少し従来の公とは違うということで、まあ、新しい公とか新たな公と言われるものもこともございますいずれにしても地域運営組織というのはやりたいを実現する場としてしてのですね、えー、遅延組織じゃなくて支援組織ですね志の縁であるということですねここがポイントであります 今日はあまり強調いたしませんが、個々の地域でこのこ志を結集するということが大切になってくると考えます。で、そ,れそのほかにもです、ね、地域運営組織の特徴はです、ね、ご覧のような、まあ、左に書いてあるようなポイントがあります。これは一般的な性格、えー、でございまして、絶対こうでないといけないというものではございません。 ただ、えー、従来の遅延組織が垂直型の組織であると、まあ、上には行政がどうしてもあるわけですねそして地域のコミュニティがあって、えー、今回、まあ、広島エルマは広単位ですけどその下に自治会や町内会、えー、集落そういったものがぶら下がると思いますそういう垂直型の組織であるのに対して、えー、右側の図のにあるようなこのネットワーク型の組織これが 地域運営組織の特徴でありますいろいろな人や立場の人だけではなくて組織も同じテーブルについて対等に議論し地域の良さを見出し地域の課題を解決していこうそれが地域運営組織でございますそしてその組織の中の構造は17ページございますこういうことになっております あくまで一般的なんですけども、まあ、左側の図に番号が1番から8番までございますが、えー、むしろまあ広島の皆様に分かりやすいように右側に整理してまいりましたまず地域運営組織というのは、まあそ,まあ、その名の通り組織が必要ですその組織には話し合いの協議機能とともに自らが動くという実行機能が備わっているということがポイントです え二つ目に人でございます。えー、これは人としてはあ左の図でいうと丸の3番にございますが、えー、常設の事務局があると。それから5番目集会の、まあ、機能があるですねこういうこれは模式図ですけど館が存在していると建物が存在しているということですね、えー、それから4えっ、ー、とあ失礼しました、えー、すいません 今人ですね、丸の4はですね、えーと、住民の参画ということが必要ですね、えー、こういった、えー、地域のに住んでる方や、あるいは住んでない方も含めての住民の参画というのが必要です。そして3番目の拠点が、えー、常設の事務局、すみません、これちょっと番号がちょっとおかしいですね、失礼いたしました。で、えー、6番目に集会機能というのがございます。 そして、えー、括弧の4計画とと予算が、まあ、必要と言いますかあるこ,とが多いですこれが、まあ、地域計画だったり地域づくり計画でありそしてこうした活動を支援する、えーまあ、交付金行政からのお金が出るとこれが一括交付金ということが多いです。で 広島市のこの広島エルモを実行するにあたって私も市長さんと協議をさせていただきました、まあ、広島市は幸いなことに財政的に余裕がある方だとでそれに対してこの広島エルモを構築してお金を出すんだということをおっしゃいましたもしかしたら皆様の中にはですねそういったことにちょっとお金を出しすぎなんじゃないかと いうふうにお考えの方もこの中にはいらっしゃるかもしれません私も最初はですねちょっとそのようなことを懸念いたしましたこんなにたくさんのお金を出すのかというふうに思ったんですがまあよくよく考えてみますとお金の多くはですねこの人人件費とそれから拠点に関するお金が多く費やされますこれは私が住んでいる自治体とかに い,けばですね、いわゆる公民館とかあるいは他の自治体ではコミュニティセンターの建物の費用とそれから、まあ、公民館で言えば主事とかですねそのスタッフの人件費にあたるもので、えー、まあ逆に言えば広島市さんはあの中学校区単位で公民館ございますが小学校区単位にはまあそういう組織や人や拠点がなかったと。 いうふうに考えますので、えー、まあ今改めてそれを整理整備されるとこのように整理されればいいのではないでしょうかで一般的なこの交付金に当たる部分というのはおおむね100万程度というふうに聞いております私は多くの地域運営組織関わってまいりましたもちろんあの地域の置かれた状況によって必要なお金は違ってきますが もう極端なあ例で言いますとほぼ地域活動に対してお金を出さない自治体さんもあります、まあ、それはちょっとひどすぎるんじゃないかと思うんですけども、まああのー、こちらよりもたくさん出される自治体もございます、まあ、私の立場で本当に一方的に申し上げれば、えー、広島市さんが設定された金額というのは非常に、えー、妥当な金額ではないかなということで 個々、えー、に説明はいたしませんが、えー、広島市さんが作られたこの地域運営組織にあたる広島エルモは、非常に適切なあ立て付けがなされていると、このように評価させていただきます。で、なんとなく地域運営組織なるものは分かったというふうに、まあ、お分からない方もいらっしゃるかもしれませんが、分かったとさせていただきまして、それはいいんだけど、 広島は別に島根のように困ったことはないんだとお感じになっている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか、まあ、この会場に来ていらっしゃる方は、いろいろ志を持ってお越しだと思いますが、おそらく多くの市民、そして全国でいえば多くの国民が、まあ、そういったことはです、ね、あ,のあんまり関係ないんだと言われる方もいらっしゃると思います。 えー、すぐ近くに、えー、素晴らしい、えー、広島のサッカースタジアムができます広島駅前ではです、ねえー、見違えるようなビルが建って郊外に行けばショッピングモールや、えー、などがあるとこう,、まあ、こういうのを目にしてしまうとです、ね、特段困ってないじゃないかと。 いやあの田舎の方は困ってるかもしれないけど、広島の中心部や多くの地域は困ってないんだと、まあ、このように思われるかもしれません。まあ、私はあの広島で学ばせていただきまして、えー、妻も広島出身でございますので、まあ、30年以上にわたって広島市を見させていただいてきました。えー、ととてても素晴らしい、えー、地域だだ思っておりますただ いろいろまあ高度経済成長期の急成長を中心にですね、まあ多くの歪みがあるのも確かだと思います。私の妻の実家付近の写真なんですけども、もともとあった棚田の上にですね、そのまま家を建て、えー、この住宅と棚水田がですね隣接している。そしてこうした家々もですね、今や手狭になって。 空き家が増えている実家の亡くなりましたけど母が生きてる頃は近くで家売りに出しても売れないんだとこういうことをもう10年以上前から言っておりました少し見えにくい写真ですがこの右下にあるのはイノシシの水浴び場であるヌタバです私ども島根にいてもこんな美しいヌタバを見ることはほとんどありません えー、私の妻の実家は広島市から電車で15分、そこから徒歩10分ぐらい、それでこの状況なんですね、まあ、別にあのこういう被害があるから、えー、広島厳しいというつもりはないんですが、まあ、新聞等でも報道されておりますように、今後、広島市に限らずです、ね、日本全国が間違いなく人口が減っていきます。広島が例外でああるとということはありえません また、まあ、直近ではです、ね、広島市から市外への転出者が非常に多いという結果が出ております。まあ、これにつきましては、割と人口そのものはです、ね、近隣の東広島市や廿日市市に、えー、転出者が多いということですので、まあ、少しです、ね、タイムラグがあるこう,こういうのを公害化とか超公害化というんですけれども今、広島市がそういう現象がまあ起こっているのではないかなということで。 まあ人口だけでは語れませんが、えー、他にも要因がありまして今後はですね、えー、非常に厳しい状況が起こると思いますでこういう広島市でこのたび作られたような広島エルモ地域運営組織は、まあ、全国のですね政令市ではやっぱりまだまだ作られていらっしゃいません、まあ、この中でですね、まあ、新潟市などは割と早くから作られていますが 非常に顕著なのは大阪市です。意外かもしれませんが日本で2番目3番目の大都市の大阪市では小学校区単位で地域運営組織を作られそれがかなり有機的に機能しております。まあ、岡山市さんはちょ,ちょっと違う意味で数が多いですので、まあ、参考にするのは大阪市であろうというふうに考えます。ほぼ全ての校区で、 形成され組織あるそうです私もあの視察に行かせていただきましたもし、えー、こちらにいらっしゃる皆様は、えー、こういうご認識が深い方だと思いますがおそらく地域に変えられると今私が申し上げたような懸念がの声があると思いますその時にキーワードは「これまでとこれからは違う」というふうにおっしゃってくださいもうここで繰り返すまでもなくですね 2025年問題、えー、もうまさに目の前です。えー、私ども、中山間地域でもです、ね、今まで活発に活動していた地域が、そのリーダーたちが引退することによって、途端に活動が、えー、なくなっていくというのを目の当たりにしていきます。また、地域の課題はの発生は、地域だけの要因ではございません。 世界的な紛争やです、ね、あるいは地球温暖化の問題さらには国内において、えー、さまざまなこう価値観の多様化でありますとか、えー、新たに向き合わないといけないような、まあ、課題といいますか例えば外国人の皆様が増えることは非常に喜ばしいことなんですが文化慣習が違うとそういう人たちをどう受け止めるかこれはちょ差し当たって地域が向き合わないといけないというふうに考えますので まあこれからに備えて、えー、広島エルモを作られるというのは非常にまあ有意義なことだと考えます。三、え、章、ー、として、えー、広島型地域運営組織広島エルモのポイントですね。まあ先ほどあの素晴らしいロゴマークが披露されて、私もあの以前からロゴマークを作って、えー、いただければいいなということをご提案申し上げておりましたが本当に。 趣旨をよく理解されたたとても素晴らししいいマークで、えー、ございました私も事前に教えてもらってたらもう少しここに仕込んでたんですけど私にも教えてはいただけなかったので、えー、仕込みませんでしたが、まあ、その前にこの「広島エルモ」っていう名前がね、えー、先ほど市長さんからもご披露ありましたけど私これもとてもいいなと思ってですねすごい馴染みやすいですよね。ななんとなくあの ショッピングセンターみたいな感じがするんですけど、それだけこう身近にあるというのが大切かと思います、まあ広島 L。広島型の地域運営組織の特徴は、まあ、いろいろあると思いますが、えー、ポイントはこの社協さんとお、まあ、自治会、こういうところが、まあ、コアになって活動されるというところだと思います。えー、これ以上詳ししくは、まあ、申し上げないんですけども あの全く例がないわけではないです社協さんが中心となるのはですね、まあ、しかしですねこ,この広島市ぐらいの規模では、えー、非常にまあ珍しいと全国で初めてであろうというふうに考えますただ、えー、いろいろな地域でやっておりますと最終的にこの地域運営組織を運営しようとすると問題は ただ1つというのは言い過ぎですけど大体この1点に集約されます、今日ここにいらっしゃる方はきっとお感じになっている、それは何かというと冒頭、私が申し上げましたように、遅延型自治組織とこの地域運営組織は何が違うんだっていうところはずっとですね、えー、地域住民には理解されにくいというか、もう分かりやすく言うと理解されないです。 私も中国新聞さんを購読していつもチェックしておりますけど広島市さんが説明すると何が違うんかわからないというのをです、ね、中国新聞が報道されてましたデュアルって分かりますでしょうかね、えー、伏線型での地域コミュニティが置かれることがどうしても住民には理解できないんですね。えー、所所属するのは1箇所だと。 そうすると左がこ,この図は違いますけど、えー、こちらの方でいきましょうか、えー。遅延組織に自分たちは所属しているのであってこのネットワークは分かるけどそこに対する義務とか、えー、活動し,しないといけない必然性はないんじゃないかっていうところがです、ね、ずっと問われるわけですね。じゃあ別行動にしましょうかっていうとこれもまた問題なんですね。 地域のに関する組織なので地域の理解や地域の参画がない、えー、地域運営組織などありえないんですよね。でここでいろいろ苦しい問題が、まあ、生じるわけです。まあ、そこで私が考えたのは、まあ、右側のような図ですね、えー。今まで示した図が間違いというわけではないんですが。 もしも、まあ、遅延型組織の理解が得にくい方はです、ね、この図を使っていただくといいと思います。いや地域は真ん中にありますと、でそれを支えるといいますか、それをお広い範囲で、えー、カバーする、まあ、難しい言葉で言うと、補完するのが広島エルモですよと、でどちらかというと、守りの役割を担うのが自治会や町内会です、そして攻めの、まあ、楽しいこととかですね。 えー、多くの人が参画するようなことを、そういったことをやるのが、えー、広島エルモですよ。と、こういった役割分担を説明されると少しまあ理解が深まるのではないかなと考えます。合わせてですね。これまでは、私は地域課題の解決と申し上げてきましたが、なかなかですね。課題解決ということだけだと。 ちょっっとやっぱりしんどい思い思がするあるいは実際しんどさが生まれてくると、令和の地域づくりは、課題解決でやらされた感を感じるというよりも、自ら、参画する方の自らの喜びとか楽しみ、あるいは生きがいとか社会貢献、そういったことに対する活動の場であると、それ,それの対象が地域だと。 こういうふうに考えると、まあ整理ができます。右側に赤字で自己肯定感とか、あるいは自己実現という言葉がまあキーワードとなりますので、まあ参加される皆様はちょっと頭に止めておいていただくとよろしいかなというふうに思います。少し似たような形で、えー、これは隣の岡山県のみんなの集落研究所さんが作られた資料でございます。二十六ページですが。 えー、地域をどうするっていうことを考えるとどうしても重たくなるあるいは地域に原因がないことに対して課題だけ解決されしないといけないというそういうしんどさが伴いますこれに対して、えー、課題解決を楽しんでいくしかもその部分で楽しむ地域というのはあらゆることが関わりますよね福祉自治農、えー、産業のこととかですね まあ文化や伝統教育さまざまなことがかかるけど自分は空き家のことをやりたいとかですね自分は何か交通のことをやってみたいそういうパーツパーツに関わりたい方はたくさんいらっしゃいますのでそういった関わりしろっていうんですけど地域に関わる可能性を出していくその結果関わっていく人が増えるということが多いです。 でえー、と定住人口は絶対に減っていきますが、えー、そういう関わっていく人っていうのは増えますなぜかというと同じ人がいろんな形で関わっていくからですねこれは少し、えー、以前の、まあ、出た書籍などですが、まあ、皆様関係人口という言葉は非常にあのご存知だと思います、えー、都会の人を中心に地域に関わりたいそういう関係を持ちたい人が増えてる それは広島のどの地区であっても関わ,関わりたいという方もいらっしゃいますので、えー、ぜひ参考にしていただければと思います。今、山崎さんおいでになられましたけど出雲市の伊野、えー、地区というところは、えー、出雲市の中でも端っこで小さな地区ですけどこの小さな地区はですね毎年山崎さんを呼ばれてるんですよね。すごいでしょ すすごいいいと思いませんんか地域の大でではないんですねでこの地区は、えーまあ、小学校は統合す,する計画があったんですけど地域で話し合って、えー、小学校は統合しないその代わり統合しないだけじゃなくて自分たちの地域は自分たちでやるんだ守るんだということで非常に多くの、まあ、活動をされています、まあ、ご覧のような組織作られていますが やっぱりポイントはですね井の地区は関わり城を作っだから地域から見ると課題解決なんだけど地域外の方から見るとそれは嬉しいことなんです例えば、まあ、あの広島市内であんまり草刈りっていうのはないかもしれませんが郊外に行くと草刈りって必須,必須なんですねと地域の人はしんどい、えー、自治体に自治会によってはですね、あのー、お弁当とかですねこうお弁当とかですね 報酬費を出して草刈りをやると。ところが地域外から来る人はお金払ってでも草刈りに来る。真逆なんですよね。そういうことを実現するのが地域運営組織です。障子張りとかもこれ外国人体験でやってます。えー、伝統行事も地域外の人が関わっていると。でえー、こういう外国人が関わるう国際ワークキャンプとかまあ特産品販売を井の市というのを やってるんですけど伊野、まあ、地区ではですねこの山崎亮さんに学ばれてこの斜めの関係が重要だということをですね、えーま、学ばれて地域の課題の明日は見えないけどあるいは明日を見ると意見が分かれるんですねだけどあさってを見るとそれは共通なあ理解ができると例えば個々の地域を維持しようとかいい地域にしようっていうのは見る そんなことを思わない人はほとんどいないんですねでもどういうふうにして地域を魅力を高めようかとかどういうふうに課題解決しようかというといろんな意見が出てしまってで合意形成ができないから話がポシャるとで元のも目はみになるとこういう地域がほとんどなんですねそれをそうならないようにしていくためにはまああさってを見つめるしいいねを <laughs> 押すような関係ですね何をやってもいいねもし失敗したらドンマイって言える関係ですねそれがエルボなんですよこれ遅延組織だとねいいねはまあ言えるけどドンマイはなかなか言えないあるいはい言わないよねって言ってもやっぱり後ろ指刺さ,される残念ながらそういうのがまあ地域だと思いますなかなか地域そのものを変えていくことは難しいので新しい地域を作って 組織を作って、えー、可能性を見出すそういったことが、まあ、考えられます。さあ残り時間少なくなりましたのでちょっと休憩がてらですね、えー、動画を短い動画を見ていただこうと思います、えー。先ほど大阪市では地域運営組織があると言いましたが私は参考にしておりますのは、えー、同じ大阪府の八尾市というところでは。 やはり広区単位でまちづくり協議会を作っていらっしゃいます人口20数万人ですがご覧のように個々の地区でまちづくり協議会を作っていらっしゃいます、えー、うまく映るかどうか自信がないですが動画を見ていただきたいと思います YouTube プレミアムなら、えー、非常に短いです、ね、これははい失礼しました、えー、非常に短いですけども、えー、八尾子はですねすべ <laughs> ての工区にですね、えー、この協議会を作っていらっしゃってしかもですね、えー、動画も全部作っていらっしゃいますので、えー、ぜひ参考にしていただければと思いますこれが ちょっとお待ちくださいね、スライドショーで、はい、戻る、戻らないですね、<laughs> ちょっとまた見ていただいていいですかね、はい、まあ、続けたいと思います。大丈夫ですよね、はい、お願いします。で まあ残り5分となりましたので、えー、具体的な課題について、ですね、少し整理していきたいと思いますけれども、いろいろあると思いますが、まずこの地域運営組織をですね、まあ、立ち上げてから、だいたい安定するまでにです、ね、ありがとうございます、10年かかると思ってください、10年ワンクルーだと。 それから、えー、立ち上げるときが結構ポイントで、おそらく今、まあ、立ち上がっているところというのは、まあ、比較的、えー、まとまりやすいところとか、やる気があるところだと思いますが、だんだんやっていくと、ですね、まあ、先ほど市長さんもおっしゃったように、すべての地区で構築していくということを目指すと、だんだん多くの地域が焦ってきて、ですね組織を立ち上げることをが目的化してしまうと。 そういうところは立ち上がるのは立ち上がるんですけど立ち上がってからうまくいかなくなりますこれは海の苦労と言いますけども立ち上げる時は揉、えー、めてもいいです時間がかかってもいいので丁寧にですね、えー、立ち上げてくださいまたですねあの地域によっては全くそういう機運が盛り上がらないとお問題すらも起こらないと。<laughs> いうようなところはありますそういう場合はですねまあ右上に引き付け役って書いておりますが何かやっぱりきっかけが必要だと思いますまあ例えば災害についてはですねすべ、えー、ての地域に関わっていくので、えー、そこは重要なんじゃないかなというふうに考えますもともと時間がほぼなくなると予定しておりましたのであのこの立ち上げの プロセスについてはまた別な機会に回させていただきたいと思いますが、えー、ここではですねポイント2つ申し上げます1つは多様な主体の三角の在り方もう1つは話し合いの在り方ですこの2つが支援組織では非常にまあ、苦手とされています特にですねまあえー 多様な主体の参画については、まあ、しっかりと呼びかけて、えー、今日なども高校生さん来られています、えー、地域によってはです、ね、もう中学生とか小学校高学年から参加する、そういう地域もあります、えー、ぜひ子どもたちの参画、促してください、それから女性とか若い人が出てこないということをよく言われます、で聞いてみると、そういうお世話されている人に聞くんですね。 声かけられましたか?」って言うと「声かけてないです」とか言われるんですね「声かけなかったら来ませんよ」と言ってですね <laughs> これ兵庫県の佐用町というところですけどもじゃあとりあえず単発でママ友会やってみましょうって言って声かけたら <laughs> 主催者がの想定の2倍ぐらい来られたんですねだから最初から思い込んで「あ,あの人は来ないだろう」とか「あの人たちは忙しいから来ないだろう」とそういうふうにするとやっぱりの あの関わりしろ自ら削いでしまうことになりますのでぜひ声かけをして、えー、参画を、えー、促してくださいそれから話し合いのポイントですけどもどうしても遅延型組織の場合って話し合いが、まあ、非常に、えー、従来型で何のために集まっているのか分かんなかったりですねレジュメがなかったりするんですね。で今日もちょっと せっかくあの先ほどのロゴマークで柔らかくなったのに私の話し方がよくないのとちょっと暗いので今硬いですよね。もう少し楽しい雰囲気を出した方がいいと思いますのでまた後ほどワールドカフェなどでは思いを述べて頂ければと思いますがそれからいろんな人の意見を認める。 それから、えーまあ、我がことにする自分ごとにするように死から言われたからしょうがないやるんだったらそうじゃなくてや自分たちが楽しいからやるんだ必要なんからやるんだということですねそして小さなお試しから始めるあるいは小さな成功体験というふうに言われます、えー、こういう地域づくりは、まあ、やりたいことやれることやれるべきことをやると言われますここの3者がが重なるるところをやるんですが 今までやるべきことに重視されていたものが、まあ今後はですね、途中で申し上げたようにやりたいことをポイントに、えー、地域を動かされるといい結果をもたらすのではないかなというふうに考えます。最後の最後に四十七ページをご覧ください。市長さんはあ移動されましたけれども、市長さんの方からこういう提案をされました。 まあ、広島エルモは地域コミュニティなんだけどそれは市全体の他のセクターも,もう同じなんだと例えば医,医療のセクターでは医師が足りない看護師さんが足りない医療従事者が足りない産業だってそうですよねものづく広島ものづくり盛んで今までは、えー、衰退する産業と成長する産業のギャップが問題だったけど今成長する産業儲かる産業でも働き手がいないとそういった時にどう考えたらいいんだろうかと。 そうすると地域コミュニティもコミュニティの一つで地域以外の左上に,上にありますようなテーマコミュニティというのがまあ存在するそれぞれの系統ごとのコミュニティがあると今後はそ,のそれぞれの系統的なコミュニティとそれから地域のコミュニティーがまあ両方が出会って落ち合うリエゾンコミュニティーそういったものがですね今後は成立するのではないかなと。 まあ私が考えていたところ、市長さんがそういうことをおっしゃいました。このあと、パネルディスカッションで、えー、コーディネーターを務められます丸山紀子さんの法人の名前も、リエゾンという言葉があってです、ね、まあ、こういうことを見越して、組織化されたのかなと考えております。以上、非常に雑白でございましたが、私からのお話を終わらせていただきたいと思います。どううもごご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。皆様、今一度佐久野様に拍手をお願いいたします。ありがとうございます。